フレディ・クルーガー。フレディ・クルーガー。フレディ・クルーガーは、ホラー映画、エルム街の悪夢シリーズの登場人物。眠っている人の夢に出現し、右手にはめられた鉄の鍵爪で相手を引き裂く、殺人鬼。夢の中で彼に殺された者は、現実でも、同様の傷を負って死に至る。身長173センチメートル、体重70キログラム、顔は赤く焼けただれており、 赤と緑の横島のセーター、茶色の中折れ棒をかぶっている。フレディというのはニックネームで、本名はフレッド・クルーガー。元は連続児童殺害事件の容疑者だったが、裁判における精神科運転の結果として無罪方面となったため、納得のいかない遺族たちにより住みかごと焼き殺されてしまう。ところが、フレディの邪悪な魂は三匹の悪魔により、 怪物として復活し、囲碁夢の中での殺人を繰り返すこととなる。人々の恐怖を力の源にしているため、相手すぐには殺さず、わざと被害者を痛ぶるなど、より残忍な殺人方法を演出し、さらに力を増強させることができる。逆に、その存在を忘れ去られると、結果として、無力となる。また、現実の世界では、その力は、 存分に発揮できずに弱体化する。ただし、第三作では、超常的な力で、発骨死体のまま暴れ一名を殺害しており、フレディ VS ジェイソンでも、超人的な肉体能力を持た、ジェイソンと対実で互角に渡り合っている。しかし、現実世界で、フレディを倒しても死体は消えてしまい、再び夢の中で、現れるため倒すことはできない。子供、 特に小さな少女が大好きと語っており、生前に彼が起こした連続児童殺害は、児童性愛とサギズムが原因らしいことが伺える。しかし、死んでからは、子供というよりむしろ、ハイティーンの若者を中心に狙っている。リメイクでは幼稚園の地下に住んでいた庭主権、管理人で、園児たちに好かれていたが、裏で性的ないたずらをしていたことが親たちに、 バレてしまい無実を主張するも、生きたままあぶりにされてしまう。しかし夢の中で現れる殺人鬼として復活し、当時幼稚園に通っていた児童たちを狙う。出生については、精神異常者の刑務所に修道所として働いていたアマンダ・クルーガーが手違いにより刑務所に閉じ込められ、凶悪な囚人たちによる数百回に及ぶレイプの末に身ごもった子供であ、 父親は不明であることが、アマンダ自身の幽霊により語られている。外見は、生前は至って普通の人間であり、幼少期も父親になってからも、奇形というわけではなかった。少年期は、その出生の追い立ちゆえにいじめられ、動物虐待を繰り返し、母親が再婚してからは、再婚相手に虐待されたため精神が歪み、結果として何人もの子供を殺すに至った。 妻子を持った時期があるが、妻はその手で殺害し、娘は孤児院に引き取られた。第六作では成長した娘を狙って暗躍するが、帰り討ちに遭う。前日の通り、夢の中では不死身であり、撃退するのに何らかの特殊な方法が毎回、用いられている。三作目では、世紀の埋葬をされることにより倒されている。四作目では、鏡で、 己の姿を見るのが弱点とされている。第五作では、アマンダの魂が火星した。フレディ VS ジェイソンでは消死したことから火が弱点とされてるが倒されたのは、後日の性質が原因がある。また、入り込んだ夢の中で、体のどこかに触れられている状態で、夢を見ている人間が覚醒すると、触れられていた部分が現実世界に行ってしまう。第六作及び、 フレディ VS ・ジェイソンでは、この性質を撃退に利用された。最大の弱点は、人々が自分のことを恐れていなくては活動できないという、自らの性質である。フレディ VS ・ジェイソン冒頭では、エルム街の大人たちが、観光霊を敷いたために、子供たちがそもそもフレイのことを知らないという状態に、あったため、窮地に陥っていた。また、 自分への恐怖の強さにそのパワーは比例しているため、ほんの何人かが名前を知ったり思い出したりした程度では満足に殺戮を行うことはできない。フラィ・ VS ジェイソンで復活仕掛けの状態で男性を襲ったところ、鍵詰めで体を貫いたにもかかわらず殺すことができなかった。アメリカ映画協会が選んだアメリカ映画100年のヒーローと悪役ベスト100では、 悪役部門で40位となった SNK が開発した対戦格闘ゲームザ・キング・オブ・ファイターズのキャラクターであるチョイ・ボンゲはフレディ・クルーガーを崇拝しており彼を真似て鉄の爪を使っているただし本物のフレディは片手なのに対し彼は両手に爪をはめているまた服装も初期の段階では赤と緑の横縞長袖シャツと本物そっくりだったしかし 海外スタッフからあまりにもそっくりすぎると苦情が来たので、半袖の緑 T シャツにサスペンダー付けズボンという服装に変えられている。2011年に米国で発売された格闘ゲーム、モータルコンバットシリーズの9作目、モータルコンバット9ではダウンロードコンテンツ限定キャラクターの一人として登場している。デザインはヘイリーが演じたフレディに近いが、 上記の記述にあるちょいボンゲのように鉄の爪は両手装備になっている。コトブき屋のホラー美少女シリーズにて、ジェイソン・ボーヒーズと共に美少女フィギュア化。山下俊也が美少女化のイラストを担当し、ブスジマタカシマキ、ブスジマックスが立体化を担当した。2014年を発売。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。